もし太刀のお手入れをいたしませんか。太刀を鍛えますか。お待たせしました。酒井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。その太刀が錆を知りますよ。そんな怖い話があるのか。でも試す価値はあるだろう。そんなこと言って猛虎に捕まっても知らんぞ。逆にいてもいずれ捕まる。でも安全な航路があったとしても、もう気が済んだろう。大金を求められるんだ。弓を見て差し上げましょうか。申し分のない出来でございます。またいつでもお越しください。この近くに役立つものはないか。残念ながらですが、神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。今日も無事にお過ごしください。弓の修繕をいたしましょうか。こちらでいかがでしょう。
む。娘が待ってるんだよ。本当か？酒井様。鎧はお体に合ってます？ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。